柳田館は岩手県市和郡市和町片寄せに所在した日本の城。別称は片寄せ城、吉米館、中野館。片寄せ城跡として市和町指定史跡。柳田館は従来吉米館あるいは中野館と伝承され、柳田館の名称は所有者の親号により柳田所有の館跡として呼称されるものである。東北自動車道建設に伴い、 東館の大部分と北、南館の一部の発掘調査が1975年、1976年の2時に渡り実施された。安倍堂や奥大堂などの古道を見下ろせる丘陵上にあり、東、南、北の三角からなり、本丸にあたる南館は南西の長部400メートル、200メートルの規模で安部を挟んで北建ての平坦地に連なっている。 1975年3月25日、片寄せ定石として、芝町指定史跡に指定された。芝群主芝市の戦国武士片寄せ市の本拠地。天正16年の芝市の滅亡の後、中野安志が南部信船より、片寄せ三千国を賜り、片寄せ修理と称す。天正20年の諸城破却諸城には、ぬかの部軍のうち片寄せ山城中の修理持分と、 記されている。慶長17年主理工実の子、正康の代に至って、郡山城に移っている。志は地方における城管は、伝承にあるが明確な意向の判明していない、館跡や文献に記される館城についても資料が、極めて少なく所在地が否定できない例がある。ありがとうございます。